2020年11月からグループ自体は始まっていたんですけど、私が参加したのは、その翌年の、3月、ごめんなさい、ちょっとメモ見てるんですけど、そう、イエローから始まったんですけど、私はその次のグループから参加したので、一巡してイエローが最後っていう形で今いわゆる自分にとってのそのグループの終わりを迎えているようなタイミングです。で、そのまずイエローが最後に来たっていうのが、最初はそういうことあまり考えずに参加してたんですけど、ここに来てそこのイエローで私今49で来年50になるんですけど、その49年本当になんか自分で触れてこなかった、その特にその幼少期親との関わりの間で自分がどういうことをこう押し合ってきたかっていうか、見ないようにしてきたかっていうのが、なんかまさかここで分かるとは本当思ってないぐらいの体験を今回実はしていて、それが結果的にそのイエローが最後に来たから、それを今もしかしたら体験できてるんじゃないかなっていう、まあ、あくまでも私一個人のこれは推察なんですけど、一周したからこそ今最後のイエローで見れるべきこと、そこで起きるべきことが起きていて、すごく自分にとっては価値のあるグループに今なっています。で、このダイヤモンドロゴスに参加する前と参加してからっていう自分をちょっと比べてみた時に、一つ大きく、いろいろあるんですけど、一つ大きく言えることは、私本当に自分の感情を、扱うのがうまくなかったというか、好きではなかったんですね。特にネガティブな感情っていうものをこう感じてその表現するのもそうだし、もうその感情が自分の中にあることすらこう見なかったことになかったことにするっていうのが、もう長年の本当にずっと癖だったのが、このリトリートに参加してもうしょっちゅう泣いてるんですけど、なんかそういう自分がすごく自然になってきたっていうか、そういうその感情をこう自分が、出せる場でもあったし、その家に今度リトリート終わって帰ってからも一人でいてそういう状況になっても、なんか自分がそういう自分をちょっとこう大事に抱えてあげることができるっていう、そういう感じなのがすごく私にとってはこう大きいことです。なので日々すごくなんか心地よく暮らせる、過ごせる時間が増えたっていう、それは大きく言えることかなというふうに思います。まず DLT に入る前に、私インクワイアリーはワークショップで体験があったんですね。で、そのインクワイアリーの体験がやっぱりちょっと自分にとっては斬新だったのと、その人に何か言われてこう気づくっていうことよりも、そのインクワイアリーで自分に問いかけていった時にこのやってくるっていう、そこにすごく驚きとあと新鮮さがあったので、それが取り入れられてるっていうところが一つすごく興味を持ったところです。実際にインクワイアリーをやってみて、その前よりも体験が深まっていくっていう、インクワイアリー自体の体験が深まっていくと思うんですけど、その辺はどう思われてますか？やっぱりやればやるほど、これ一体インクワイアリーって私何をやってることなのかなって考えたことがあった時に、その自分が普段こう自分の意識がいわゆる意識上にいわゆる顕在的なところにあるんだとしたら、その普段だったらこうアクセスできない自分のその潜在的なところと対話してるのかなっていう感じがどんどん深まっていった時に、なんかこうインクワイアリーをやったら全てが片付くとは言わないですけど、なんか誰かに相談するのと並行で、なんかこうインクワイアリーで自分に聞くっていうことが自分にとってはすごく日々をなんかもっと今までよりも豊かにしてるなっていう感じがあるんですね。で、どっちに行こう、ちょっと待ってね、ごめんなさい、どうしようかな。割と DLT って長い期間かけて受けていくじゃないですか、はい、定期的に、はい、その定期がありながら、なんか年単位のスパンで受けるっていうところについてどう感じてらっしゃるのか、うん、
私結構この DLT が日本に入ってきて、その周りの人がこう知ってる方がやり始めた頃から誘っていただいてたんですけど、実はその年単位でっていうところにやっぱりちょっとこうコミットできない感があったんですね。自分でできるかなっていう、それがやっぱりちょっと自分を引っ張ってたところだったんですけど、逆になんかこうやるぞって決めて入ったっていうよりは、とりあえずもう飛び込んでみたっていう感じなんですけど、いざ飛び込んでみたら、このプロセスがちゃんと、何て言うんだろう、この全体がちゃんとこうなんかデザインされてるっていうか、やっぱりこの続けていくことでしかやっぱり得られないものがあるなっていうのはすごく感じてます。でその続けるにあたって、グループのメンバーとか、まあ、いろんな人とこう定期的に自分の割と内側の話をしていくと思うんですけど、そこの安心感みたいなものとか良さ、同じ人とずっとこう開示し合っていく良さみたいなのがあったら教えてください。はあ、それはあります。私は特に最初からスタートが一緒じゃなくて、途中から入れていただいたんですけど、それでも全然その入った時に知らない方もたくさんいらっしゃったんですけど、なんかもうなんだろう、もう場がしっかりできているというか、その知らない中でも安心して入って、こう自分がこうオープンになれるっていう、自分が開示できるっていう素地がもうできていた感じがあって、最初は途中から入っていいのかなとかって思ったりもしたんですけど、そんな心配はすぐになくなりました。でちょっと戻って、インクワイアリーを日常の中でこうしていくことになると思うんですね、日々 の、 グループインクワイアリーとかで、その生活の中にインクワイアリーがこう入ってくることについてはどう思われていますか。私、このグループとは別に本当に週に定期的にやってる友達とかがいるぐらい、実はインクワイアリーがすごく私の日常にはもう浸透していて、私特にこのコロナ禍に入ってから自分の個人的なその理由でストレスがこう高い日々を続いてたんですけど、やっぱりそこにこう日常インクワイアリーがあるっていうことがすごく助けになったんですね。なのでもう逆にインクワイアリーなしはちょっと考えられないです今は、っていうぐらいになりました。あとは暮らしの中以外に自分の価値観とか、うん、人との付き合い方とか、うん、物事の捉え方みたいなことについての変化はありましたか。やっぱりまあ私も含めて、その全ての人が自分の思い込みの世界を持ちながら生きてると思うんですけど、そこがやっぱりインクワイアリーって自分をこう掘り下げていくまでは識別できなかったんですよね。どうしても自分の世界をどうしても他の人たちにもこう押し付けて見てしまうというか、そこがちょっと、あ、この人はこの人の世界でこうやって生きてるんだなっていうことが、その人のインクワイアリーをしているところをこう一緒にこう共有できることで、すごくこう区別がしやすくなった感じがあります。ありがとうございます。あと最後に、もし初めての人に DLT ってこんなんだよっていう一言で言うとしたら何て言いますか。一言なんて言いますか、なんて進めますか。ちょっと一言ではないですけど、確かにその年単位とかね、その長い感じがあったりとか、そのできるのかなって私も思ったんですけど、本当にやれるって1ミリでも思ってるんだったら絶対やった方がいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。